神くん、翔くん、平野くんの意外な共通点とは衝撃の新事実。ファン必見。ナンバーアンダーラインアイメンバーが語る知られざるプライベートの一部。ナンバーアンダーラインアイの三人は、ファンの期待に応えるべく全力で仕事に取り組んでいるようです。ファンの活動を見ていると、翔くんが訪れたお店の同じ席に座って同じメニューを食べたりすることがありますね。 その気持ちからすると、やっぱり住んでいる場所を知りたいし、分かったら行きたくなるのも無理はありません。しかし、以前のインスタライブで家に行っていいというコメントに対して、翔くんは、絶対来ないでとか、あなたはそのまま家でおとなしくしてなさいと答えていたのを見て、本心だろうなと思いました。自宅にいる時くらいは、のんびりゆっくりしたいのは当然のことです。なんとなく、 ナンバーアンダーラインアイの3人は芸能人を選ばないような気がしています特にジグ・ヒラがファミリータイプのマンションに引っ越ししたのはそれぞれ一般人の彼女と同棲するためではないかと考えていますジンくんがハワイでペアのマグカップを買っていたしそういうことがあるとファンとしてもいろいろと想像してしまいますねそれでもファンとしては彼らが安心して暮らせる環境を望んでいるはずです たくさんの幸せをもたらしてくれる三人には、プライベートでも幸せであってほしいですが、まだ少し先のことにしてほしいという気持ちもあります。また、リコさんの個人情報が面白すぎて、キシ君もその場所に住んでいるのではないかと思いました。キシ君は好感の持てる人なので、文相王の場所でも良いのですが、彼が選ぶ場所には何か理由があるのでしょうか。そして、 神くんや翔くんが引っ越ししていたことも知り、少し安心しました。特に、代官山に引っ越したという話を聞いて、以前住んでいたマンションでの怪奇現象に悩まされていたのではないかと考えると、引っ越しして正解だったのかもしれません。平野翔が以前住んでいたとされる高級マンションは、霊感のある人には絶対に進められない場所だったそうです。かなりの強運を持っていないと、 その場所に負けてて運が落ちると言われていましキンプリ時代のつらそうな様子やお化けの話もしていたので引っ越しを望んでいたファンも多かったはずですそして退所前に引っ越ししていたことを知りとべで良い感じになっている今ファンとしても安心しています No. アンダーラインアイの3人はアーティストとしての道を進もうとしているので女性関係でグループがバラバラになることを心配する声もあります アマはその点で反面教師となるでしょう。ナンバーアンダーラインアイの3人は、それだけ音楽やダンスに対する思いが強いので、目標に向かって他のことに気を取られることはないでしょう。それでも、彼女がいないわけがないと思うファンも多いです。特に翔くんが一人暮らしをしていると言っていたのが逆に彼女がいる確信につながった人もいます。翔くんが料理しないと言っていたにもかかわらず、 一人ですき焼きをするとといいううのは不自然だという意見もあります。また車のワイパーを雪の日に動かすために神君に付き添ってもらうなど一人が苦手な翔君の行動を見ていると彼女がいるのではないかと思う人も多いでしょう彼の今までの言動を考えるとしれっとそういうことをやりそうな感じもあります平らたんには申し訳ないけれど翔君には彼女がいるのではないかと思います翔君 レンくん、かちゃん、きしくん、神宮寺くんの中で誰が好きですかいつか恋愛してほしいと思いますが、まだ20代なので先のことかもしれません。しかし、平野ファンの彼女に怒られるかもしれませんが、そういうことも受け入れられるファンであってほしいと思います。タクシーに乗る時も毎回降りる場所に苦労するアーティストなので、プライベートを詮索しないでほしいものです。 ナンバーアンダーラインアイの3人と同じマンションに彼女が住んでいないと聞いて安心しましたもちろん3人は今人生をかけてナンバーアンダーラインアイを指導し脇目を振らず海外進出を目指して頑張っていますゴシップがないためマスコミも色々な説を唱えるかもしれませんが3人は不く釣りしても何も起こりませんそんなことよりもナンバーアンダーラインアイの素晴らしさを週刊誌で取り上げてほしいです サナエちゃんの情報を聞いて安心しました。今、ナンバーアンダーライン愛の3人は順風満帆にプロ意識を持って活動しているので、スキャンダルは皆無だと思います。ファンの期待に応えるべく全力で取り組んでいる彼らの姿を見て、私たちも応援し続けたいと思います。プライベートでも幸せであってほしいと願いつつ、彼らのプロフェッショナリズムを尊重し、応援することが大切です。一方で、 私たちファンができることは何かを考えると、彼らのプライバシーを尊重し、静かに見守ることが一番だと感じます。彼らが安心して生活できる環境を提供することが、長期的に彼らのパフォーマンスにも良い影響を与えるでしょう。芸能人である以上、プライバシーの侵害は避けられない部分もありますが、私たちファンの行動次第で、その影響を少しでも和らげることができるはずです。また 彼らが選ぶ住まいに対するこだわりや、そこでの生活スタイルも興味深いです。彼らがどのような場所で生活し、どのような環境でリラックスしているのかを知ることで、より彼らの人間性に触れることができるかもしれません。しかし、これもあくまで推測に過ぎず、私たちがそれを詮索することは控えるべきです。結局のところ、私たちファンが彼らに対してできる最大のサポートは、 彼らの音楽やパフォーマンスを純粋に楽しみ、応援し続けることです。彼らが全力で取り組んでいることに対して、私たちも全力でいらえたいものです。これからも彼らの成長と成功を見守り、共に喜びを分かち合うことができるファンでありたいですね。彼らの活動やプライベートについての憶測やゴシップに惑わされることなく、真のファンとして彼らの幸せを祈りつつ、 彼ららが作作り出すす素晴ししいいい品に感謝し続けたいと思いますこれからもナンバーアンダーラインアイの3人を応援し続けることで彼らが安心して活動できる環境を提供しさらに素晴らしいパフォーマンスを見せてくれることを期待しています彼らのファンとして私たちは彼らの音楽と共に成長し感動し喜びを分かち合うことができるプリバレッジドです 彼らの成功と幸せを心から願い、彼らが困難に立ち向かいながらも成長していく姿を見守ることが、私たちの使命であると思います。彼らが選ぶ住まいや生活スタイルがどうであれ、それは彼ら個々のプライベートな領域であり、私たちファンが掘り下げて知ろうとすることではありません。尊重とサポートの気持ちを忘れずに、彼らが安心して創作活動に集中できるよう、 私たちががでできるるここととを考え続けることが大切ですナンバーアンダーラインアイの3人は彼らの音楽とパフォーマンスを通じて多くの人々に感動と希望を与えていますそのためには私たちファンも彼らの活動を静かに見守り彼らの支えとなる存在であり続けることが求められます彼らがどのような選択をしても私たちの愛とサポートは変わることはありません 彼らの成功に対する私たちの願いは変わらず、これからも彼らの音楽と共に歩み続けたいと思います。彼らがこれからも様々な挑戦を乗り越え、世界中のファンに希望を与え続けることを願っています。彼らがどのような道を選んでも、私たちは彼らを応援し続けます。最後に、彼らの未来についての予測や推測はあくまで私たちの一面的な視点に過ぎません。 彼らが成し遂げてきたこと、そしてこれから成し遂げるであろうことに対して、私たちの信頼と期待を寄せ続けたいと思います。彼らの未来についての唯一の確信は、彼ら自身の努力と才能にあると信じています。